今日は東京ビッグサイズで開会するのライセンシングジャパン、ライセンシングジャパンクリエイティブセット、今回初めての、展示会らしいです。それを紹介したいと思いますね。ここには手塚プロダクションが載ってますね。それから羊堂、図書の線、ね、これは海外のものだね。そしてこちらにですね、仮面女子という集団でですね、最強のスカイドルという女性です。仮面女子、最強のスカイドルですね。これはですね、ここに最強の地下アイドル仮面女子という看板がありますが、この、皆さんが仮面女子のメンバーなんですね。はい、そうです。総勢は何人ぐらいですか？総勢は18名。はい、18名という、ということは何か16名でした。理由があるんですか？17名でした。あの前後するんですよ、昇格したりして、はい、卒業昇格などあって、今は16。そう、17。で毎日、秋葉原で、はい、ライブやったわけ。そうです、365日秋葉原に常設劇場がありまして、仮面女子カフェっていう、あ、そうです。ここで365日毎日ライブを行っております。カフェなんだ。じゃあね、んカフェからのこの出発ですか？はい、そうですね、ま、はい、カフェからの出発、はい、でどういうこのね、はい、コンセプトでやってらっしゃるんですか？そうですね、最初にこのね、見て少しこの仮面なんで、はい、異様な集団なんて、異様な集団だなっていう、一度見たら忘れないですよね、うん、結構アイドルさんってすごい大人数のアイドルさんってたくさんいると思うんですけど、普通じゃ戦えないなと思いまして、やっぱ一流の、アイドル事務所さんの、うん、オーディションに落ちた子とかが結構いて、あ、そうですか、はい、そういったところでやっぱ顔じゃちょっと勝負できないなって一流とはそうかって思いまして、やっぱりここはあのコンセプトとかインパクト勝負でいった方がいいなっていう感じで、まあ、全員で仮面をかぶってその子を消して群れとなってちょっと戦っていこうかみたいなインパクト勝負で、ちょっとじゃあ、はい、パフォーマンスとかダンスとかやってもらえますか？どうでここでちょっとねやるのはね、今もあの秋葉サンダルってポピコならサンダルも履いちゃってるもんなんで、そうですちょっとなかなかねパフォーマンス見ていただきたいんですけど、それはやっぱりあの劇場に秋葉原のね仮面女子にカフェに来ていただくか、あの YouTube とかにもたくさんあの動画も上がっておりますので、あ、そうですか、はい、仮面女子で検索していただければたくさん動画も見れるかと思いますので。で海外公演もなんかしょっちゅうやったんですか？はい、そうですね、いろんなところ行かせていただいて。どこどこですか？大体はい、シンガポールとか、シンガポールとか、インドネシア、じゃあ世界中にそっとするの不安があるんですね。3カ国同時公演とかもやったことがあって。あ、そうですかね、はい、仮面女子ってあの3ユニットをありまして、ポケマスクのアリス10番とスチームガンのスチームマスクのスチームガールズと結果面のアーマーガールズっていう3ユニットをまとめて仮面女子なんですけれど、はい、で、人気投票というのはあの仮面ガールズとまあね顔つきとか全然わかんないから、そう、ね、一応その一人一人のパフォーマンスによって、はい、あの人気投票とかは言われたわけ、はい、ですね、実はあの劇場にその仮面女子カフェで毎日投票はやっておりまして、あの来場されたお客様が一番良かった子に投票をしてもらうっていうシステムがありまして、なので毎日ランク付けはされている状態なんですよ。あ、そうですか、はい、で劇場に来ればやっぱり顔とかもあのマスクを取って顔が見える状態であのライブとかさせていただいているので、まあ、そういったところで、まあ、もちろん SNS でもあの顔出しツイッターとかやっておりますので、不安層ってのはどういう不安層なんですか？やっぱり30代から40代ぐらいの男性の方が多いんですけれど、でも最近はやっぱりあの女の子、若い女の子とかも増えてきて、女子高生とか。あ、そうですか、はい、なので女の子だけのイベントとかも
できるぐらいになってます。女祭りっていう女の子だけのイベントをやったりとかもして、観光大使までやってますね。すごいね、うん、はい、いすみ市の観光大使とあと鯖江市の観光大使。あ、そうですか、はい、うん、これはすごいわ。はい、ありがとう。これが、国民的なアイドルになれますかって書いてあるけど、これも間違いなくなってますね。